の羽ばたき運動です。このエクササイズは肩、肩甲骨の動きを良くします。ポイントはストレッチしすぎないことです。それでは実際に始めてみましょう。フォアコンスタート。手の甲、肘を床につけたまま胸の横くらいまでゆっくりと開いていきましょう。開いたら同じぐらいのスピードで基本の姿勢に戻ります。この動きを繰り返していきましょう。さあ、この手の動きに肩甲骨が体の中で動いているのを感じてください。動くペースも非常にいいペースです。あともう一度行きましょう。基本の姿勢へ戻りましょう。